まあ就職するな、起業しろとか、うん、広告かけるな、SNS しろとか、うん、直営するな、フランチャイズにしろとかね、ちゃんと自分で全部書きました。作家の先生みたいな状況でしたね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。稼ぎたいならキャバクラ行け、発売するよということで本出します。こちらでございます、はい、表紙は真面目な方とチャラい方で悩みましたが、出版社のご意向で不真面目な方になりました。でもあれ分析面白かったよね。いろんな人がこう言ってた、あの意見はさ、うん、すごかったね、うん、あれ盛り上がったし、うん、なるほどなと、うん、面白かったね。いろんな各界の大物が、例えば北の達人の、うん、ね、社長とかね、もうマーケティングのすごい人ですからね。でもみんな結構深読みしてたじゃないですか。そうですね、うん、それぞれのポジションから深読みしてて、うんうんうん、なるほどなと。僕のことを知ってる人だったらチャラい方がいいけれども、不真面目なのだとね入ってこないから、新規の人には真面目なのがいいんじゃないかとかね、そういう分析とかね。あとは普通のねビジネス本だったらね、真面目なのが普通じゃないですか、うん、だから真面目で普通の本だったらつまんないからチャラい方がいいとかね、いろいろありましたね。これってさ、表紙ぐらい2つ作るってことはできないの？簡単にできるよね。実は2つ買う人もいるだろうしさ、うん、そんな簡単なことのような気が、中を変えるのは大変よ。巻くだけじゃん、2種類あったっていいじゃん。別に AB テストしろって感じじゃないけど、要するに2つあって面白いじゃん。でもあんま僕本を読むけど、今までそんなの見たことないんで、何かそういうことができない理由があるのかもしれない、まあ一応内容としては、まあ就職するな、うん、起業しろとか、広告かけるな、 SNS しろとか、うん、直営するな、フランチャイズにしろとかね、まあ目次があるんですけど、うん、まあ一般的に普通こっちだよねの逆のことやると、結構僕それでうまくいってきましたよみたいな、うん、ということなんで、一見キャバクラに行ったらお金がなくなったり会社傾いたりするところを、逆にキャバクラ行くと稼げますよというですね、うん、内容になっております。読まなくても分かるような気がするけどね、うん、でもまあその手のことを言っている本ってあると思うんですよ。こういう表現しないよね。だから常識を疑えとか、そんなのいかんのあるわけじゃない。なるほどね。でもこういう言い方しないよね。僕もよく言うように、行列に並んじゃダメなんだよとか、うん、そういう方が腐るほどあるけど、キャバクラで表現しないよね、あんまりな、うん、そこが僕の画期的なところだと思っております。そしてなんとちゃんと自分で全部書きました。すごいね。大変でした、まあ、定期的に地方に行ってですね、ホテルにこもって書きました、うんうん、それが良かったですね。東京にいると遊んじゃうんで、作家の先生みたいな状況でしたね、うん、まあこれはもちろん売れるとは思うけどね。まあなかなか皆さんのおかげで、もう予約ランキングが今何位かな、今4位かな、ね、面白いね。箕輪さんが話してたけど、隣がさ並んでない、森岡さんのこれ前出た本だけど新しくなってるかな、これ。そうですね、対照的なね、うん、両方ともビジネス本なんですけどね、苦しかった時の話をしようこれまあいい本なんだけど、はい、それと並んでキャバクラに行けたからね、最高ですね、うん、この対比がね。なんとかこの真面目な本をこの不真面目な感じで抜きたいなと思うんですけど、なかなか抜けないですね。林さんのキャバクラっていうのも出会った時からさ、ずっと言ってるわけじゃん。そうなんですよ、会った時からずっと言ってますよ ね、 当時はだから上野とかもあったけどさそうですね、うん、お茶の水本校が近かったから、ね、どんどんこう、まあ、もちろんこの使う桁はさ、はい、稼ぎ額によって変わってくるんだけど、基本こんな人は見たことがない、ね、大体みんな銀座の一部に落ち着くみたいな人が多かった、まあ、今までは六本木派とかもいたけど、歌舞伎町派ってのはあんまりいないね。歌舞伎町短期だよね、みんな。FC 本部の社長、僕が知ってる人は本当に心から歌舞伎町は素晴らしい街だと思いますけどね、本当に、ね、飲んでて怖い目に遭ったことも一回もないですよ僕、まあそれは僕もやっぱそう思うよ、ね、だって歌舞伎町は一番警察が強いよ、ね、はい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 、上野でぶったくられたなんて言って警察行ったって相手してくれないよ、うん、歌舞伎町だって呼び出されたりしてんじゃん、あれはやっぱりすごいよ。あと石原慎太郎知事からは相当良くなったんじゃないですか。そうね、だから時間とかもすごいさ健全化してきたしね。本当ね、歌舞伎町の素晴らしさを世に広めたいなと思ってますし、うん、まあ、六本木も六本木でいいし、銀座は銀座でいいし、西麻布のラウンジはラウンジでいいしと、全部好きなわけだね、うん、それぞれの良さがあって、うん、その違いとかもね、次回作はそれでいこうかなと、ね、思ってますけれども、まあしかし世の中一般的にはですね、本部の社長でキャバクラ好きっていうのはダメと言われてるんですよ。なんでかっていうと、やっぱり連れていくんだけど、そのうち連れていく人たちが冷めてくるんですよ、はいはい、最初喜ぶけど本部の社長がガーンって金出してると、でもあれよく考えると俺たちのロイヤリティだよねってなるんだ、はい、その理論があって密かに行くようになるわけです一人でなるほどね。というか一人で行くようになるとまたこれダメになるんですけど、もう最悪ですね、うんうん、先生堂々みんなで行った方がいいですね。だからそれはでも、はい、僕も何人かにより、キャバクラが好きなんですよって大体みんなそういうわけで、はいはいはい、それはね、あ、だんだん後でしらけていくから連れて行っちゃダメだとか言うんだけど、うん、全然そういうことないじゃん。しかもやっぱり使い方が違うからだな、うん、先生堂々みんなで行く、キャバクラ行くことを僕は推奨してますが、仕事にプラスになると稼げるようになってますが、注意事項としては一人では行かないということですね、うん、
そこは重要だと思いますね。竹田塾の時ももちろんそのある一部のオーナーは一緒に行くじゃん、はい、そうじゃない人たちが文句言うだろうということも言われたじゃん、うん、まあ、でもそれもないよね。もうね、全然皆さんね大歓迎なんですけどね、あの合わない人もいますからね。いや、もちろん嫌いって人はいるから、ね、だから全然みんなで楽しみたいんですけどね、うん、別になんか俺は連れてってもらってないとかそういう暴動とかはなかったですね、うん、あとだから連れて行ってもらえない人たちがそこについてぐちぐち文句を言うっていうのもあんまない、ね、うん、やっぱり重要だったのは初めからみんなで行ってたってことでしょうね。儲かってきて林社長が変わって行き始めたっていうと、それは一番良くない、それは良くないんで、うん、僕は初めからお金のない時から20代から言ってますんで、一番良くないって言いながらも、はい、多いんだけどね、そのパターンがね。まあ基本的に僕はいろんなところ言ってるけど、はい、その基本お金は稼ぐよりも使うところでその人間性というかね、それが出るんで、そこに思想があるわけですよ。何に使うのか、使わないっても一つだし、うん、何にどう使うかっていうのはこれかなり人によってバラバラなんで、なるほどね、うん、まあそこの一つパターンを作ったっちゃ作ったよね。そうですね、みんなで散財ですね僕はね。全部使っちゃえっていうそういう主義っていうのもね、うんうん、これも確かにあるはあったんだ。それこそ有名なの武蔵野の小山さん、はいはいはい、なんかも同じ流派です。あ、そうなんですか。さすがに今はお年上したんで林さんと出会った頃はもうあんまりいなくなったけど、はい、その前の世代はあの結構有名だった。堅実な経営をされてるイメージだったんで。ではございません。そうじゃないんだ。ギャンブル好きだし競馬も好きだし、そうなの、うん、割とだから本当歌舞伎町で一部有名だったよ僕のね。流派は批判されたりとかね、まあ、キャバクラってちょっとねマイナスイメージだったら公言しちゃいけないみたいなね、そういうところもありますけど、本当にみんなで行って楽しく遊ぶことによって稼げるというね、ここは僕があの実践してますんで、うん、そんなん本当かよって思うでしょみんな。その内容ねこの本にギュッと詰めてますんで、うん、ぜひ読んでいただきたいなと思います。あとキャンペーンとして1000冊買ってくれた方には僕と一緒にキャバクラツアー、これを企画しようと思う。ちょっと500冊も悩んでんだけどね、うんうん、いくら、うん、1500円なのよ。150万ももらうの1000円ならね、うん、100万ぐらいかなみたいな、まあ、100万円分買ってくれたらとかちょっと悩んでるんですけど、うん、キャンペーン僕と一緒に行きたい人は1000冊買ってくれればみたいなキャンペーンちょっと考えてますんで、それでねちょっとベストセラー作家を狙ってますんで、もしよかったらこちらの本皆さん買ってください、はい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒とね交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい。